皆さん、こんにちは。こんにちは。この番組は、キャリア、資産形成、精神性の3本の柱を整えるためのヒントをお届けする番組です。今日もご質問をいただきました。はい、仕事が楽しくなるにはどうしたらいいですかというご質問ですね。そうで、実はですね、これに似たような質問を、Yahoo 知恵袋っていう、皆さんがね、好きな質問ができるっていう中でも同じようなのを見つけたので、ちょっとそれを読み上げた上で、それにね、回答していくっていう形にしたいと思うんですけれども、ですね、その方のご質問も、仕事がまあ楽しいと思っている方に質問ですと。で、まあ、何の仕事をしてますか？で、どういう部分に楽しさを感じますか？で、私は仕事が正直楽しくありません。と、この方がですね、まあ、補足で、まあ、現在、東証一部上場企業で働いていて、まあ、待遇も特に不満はないのですが、なんとなく働いてますと。で、やっぱりその仕事が楽しいって思ってる人が羨ましいっていうことだったんですよね。なので、やっぱりね、仕事を楽しくするにはどうしたらいいのかっていうので、楽しく働いてる人に向けて何の仕事をしてるのか、まあ、どういう部分に楽しさを感じてるんですかっていうご質問されてるので、このね、仕事が楽しいと思ってる3人で答えていきたいと思うんですけど、なんかすごいツッコミどころいっぱいやなとか、あるある、もうあるめちゃくちゃある、で何の仕事をやってるか楽しいっていう、その仕事にさえついたら楽しいような仕事って、まあ、存在しませんよっていう、そもそもね、そう、人によって違うっていう、でなんかその補足で東証一部の上場で待遇に、不満はないって言ってるじゃないですか。で、同じように私東証一部、まあ、出身っておかしいけど新入社員で東証、まあ、一部上場のところで働いてたんですね。で、なんかその絵をベースで言うと、じゃああなたの会社の中に楽しく働いてる人っていると思うんですよね。まあ、何人いるか分かんないですよ。1000人いるとしたら、1000人全員仕事いやいやで働いてるとは絶対ないと思うんですよね。じゃあ自分、まず自分の周りで楽しく働いてる人を見て観察してみたらどうですか？まあ、親しい間柄やったら聞いたらいいんじゃないって。そう、この質問を。って思いますね。そうですね。だからまず一つは、その仕事によって、で楽しいかどうかっていうのが左右されるっていうわけではないっていうことですよね。で、さらにどういう部分に楽しさを感じますかっていうところに関しても、これを、誰か、その自分以外の誰かがどこに楽しいって感じるかっていうのを聞いても、自分には全く当てはまらないです。っていうのも、もう一つの回答ですね。そうですよね。例えばね、その、コツコツ。するのがすごく好きっていう方は、多分なんかコツコツやるような仕事をやってるから、できてるから楽しいと思ってて、でもね、別にコツコツするのが好きじゃなかったら、その仕事やったら苦痛でしかない、地獄。そうなんですよ。だから楽しそうに仕事をしてる人たちに、共通することは、なんかその仕事の業種とか職種とか、あとはなんかこういう部分があるから楽しいとかっていうことではなくって、その人が一番その楽しいと思えるポイント、大事だって思えるポイントを仕事の中で実現できてるから、楽しそうに働けるっていうことなんですよね。そうですよね。だからこのなんだっけ、その、どこが楽しいのかっていう質問、それはご自身に投げかけてみる質問。そうなんです。そうなんですよ。ね。いや、絶対ね、今の仕事の中でも、めっちゃ少なくっても、これは楽しいとか、心の奥底から楽しいと思えなくっても、まあ、他のに比べたら、まあ、マシかな、的なってあると思うんですよね。比較すると。じゃあ、そのマシって、なんでマセット思ってるのかなっていうのを、まあ、考えてみるですね。そうですね。そうなんです。なので、これは本当にもうぜひ自分に質問してみてください。どういう条件があれば自分は楽しいって感じるのかっていうことですね。仕事って全体でくくるっていうよりは、今やってる仕事の中で楽しいって思える要素が何かっていうのを見つけられると、そっから自分は何だったら楽しいって感じるのかっていうね、なんか突破口になってくるんじゃないかなと思います。いや、でも本当にこのポイントは、
やっぱそのどういう業界だから幸せだとか、どういう仕事とかっていうのでは絶対ないっていうので、うん、私たちがね、その講師勤めている人生デザイン構築学校の受講生さんって、なんか結構社会的に成功してるって言われている受講生さんすっごい多いんですよね。多いですね。一部上場勤務当たり前、管理職とか、お医者さん。医者結構多いですよね。うん、お医者さん。いろんな科のお医者さんが通いに来ています。何の仕事をやってるとかじゃなくて、まあその人たちに共通するものって、やっぱその何が自分が求めているのかが分からなくて、で同じように、まあ社会的には、まあ会社立派です。で自分のポジションも立派で、家庭も築いていて、まあお給料もまあそこそこもらっていますみたいな。でもなんか幸せじゃない、仕事楽しくないみたいな人たちが、なんかその何が自分が価値を抱いてて、うん、なんかこのポイントをやっていると楽しいですっていうのを見つけると、うんうん、同じ仕事をやってて全然違うね、働きぶりっていうか結果を出しているっていうのがあるんで、うんうん、実績的に。なのでそのポイントはね、全員違いますから、うん、自分のそれを探すしかないので。そうそうそう。そうですね。はい。ということで、はい。ご参考にしていただけたらと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。